ハッシュタグ小池百合子生誕祭2020で飾られてる写真が家に見えるのは私だけということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、えっ、ー、と、本日、えー、7月15日はですね、小池百合子東京都知事の誕生日でございます。これを祝ってるタグがあって、ツイッターのハッシュタグがあるんですね。それが小池百合子生誕祭2020というタグなんですけれども、こちらちょっと今トレンドに上がっています。が、 これに飾られている写真がね、小池さんの写真が飾られてるんですよ。飾られてる写真があるんですね。これが僕には家に見えるんですね。で、どういうことかというと、小池さんの東京都の都知事の誕生日を祝って多くの人がハッシュタグをつけてつぶやいてるんですよね。で、この中でタブレットに小池さんの写真を写してですね、写しているんですね。 でその周りをペンライトとかケーキとかねろうそくで弱ってる囲っていわってる画像が上がってるんですけれどもこれを見てると結構上げてる人いるんですけどなんかね小池さんが亡くなられた家みたいに見えるんですよね。これ、ね、ちょっと不謹慎な言い方になりますけれどもなんか小池さん亡くなっちゃってなんかあのみんなでその弔ってるみたいな写真に見えてしまってあまりよろしくないんじゃないのかなっていうふうに僕は思いました。 はい。これ、見えたのは僕だけですかね。どうなんでしょう。うん。ちょっとね、あのー、小池より子生誕祭の、えー、ハッシュタグで、ちょっと見てみていただければいいんですけども、えー、小池より子生誕祭2020にして、画像の方に切り替える。で、えっ、ー、と、下げていくとですね、あるんですね。いろんなのがあるんですよ、本当。なんか小池さんの過去の写真とか、いろいろ載せられるものがあるんですけども、 なんかあの緑のねペンライトを使って小池さんをあのタブレットに写してあの弱ってる写真とかあとはあの小池さんの,そのタブレットに写した写真の前にえーケーキを置いたりとかねしてる方が結構いるんですけれどもこれがもう,あのう見ても僕には家に見えるというふうに思います。 えー、中にはね、そのパソコンの画面に映してやってる方とかもいるんですけれども、なんか、この手のやつがね、あの全部、家に見えてしまって、ものによっては、本当に、あのまさに、ザ・家みたいな、小池さん亡くなっちゃったのかなみたいな風に見えるものも結構あって、な、なんだかなっていう、これは、あの本当に祝ってるんですね、それとも、あの、嫌味というか <laughs>。 ブラックジョークみたいな感じでやってるんですけどちょっとわかんないですけども。うん。なんか、家に見えちゃいますよね。っていう話なんですね。皆さんどうでしょうあの家に見えませんかねどうですかねちょっと見てみていただければと思います。はい。まあ、今回それだけです。以上です。よろしければね、チャンネル登録していってください。フリーライダーのいつかはって過ごせる日まででした。